私はユイ。私は自分から見ても自分がブスだと思っている。眉毛がもともと薄くて、目は小さいし、唇も色が薄くて、なんていうか、しじみ顔。完全に容姿に自信がないんだけれど、私のブスの呪いを加速させる存在が近所にいた。年は3つ下のマサルくん。私が小学校4年生の時に近所に引っ越してきて、登校班が一緒になった。引っ越してきたばかりの小学校1年生のマサルくんをお母さんがすごく心配していて、面倒を見るように頼まれていたのだが、マサルくんよろしくね。はあ？お前みたいなブスと歩きたくねえよ。前途は多難だった。頼まれると断れないタイプの私は、マサルくんの面倒をよく頼まれたが、私ははっきり言って、マサルくんのおもちゃみたいなものだった。洋服を汚されたり破かれたりなんて、日常茶飯事だった。毎日のようにマサルくんは私にちょっかいを出し、私は何かしら汚されたり、壊されたり、怪我をさせられたりした。ブスに人権はない！それがマサルくんの口癖だった。登校中にいなくなったマサルくんを探しに行けば、落とし穴に落とされ、私が中学生になっても、マサルくんのいたずらは止まらず、自転車で走っている時に、道にロープを張られて、全治1ヶ月の怪我を負わされたこともあった。私は優柔不断でお人よしな性格だったこともあり、マサルくんをあまり責めることをしないでしまった。ブスだから仕方ないんだとも思っていた。さらにはマサルくんが、実はお父さんとお母さんが離婚してしまって、寂しい思いをしているのを知っていたため、マサルくんをなんだかんだ邪険にすることができなかった。月日は流れ、私は高校生になった。そしてクラスで仲良くなった一見派手な見た目の女の子が私にメイクを教えてくれた。もともと手先が器用だった私は、すぐにメイク方法をマスターした。今で言う整形メイク。私は、しじみ顔から脱却する力を得たのだ。しじみ顔を卒業した私に、さらなる幸運が訪れた。塾で出会ったイケメン君に告白されて、お付き合いするようになったのだ。休みの日に私と彼氏は、私の家で一緒に勉強するようになった。中学生になっていたマサル君は、それに気づいたらしい。ある日、一緒に勉強した後、帰宅する彼氏を近所の駅まで見送りに、二人で道を歩いていた。すると、マサル君が前に立ちはだかった。なあ、あんた、知らないのか？そこの女、相当ブスだぜ。マサル君！そんな詐欺みたいなメイクして、バカみたいだな、騙されてるあんたも。すっげえダセーのな。私はすごく恥ずかしくて、泣きたくなった。知ってる？いくらメイクでごまかしたって、私がブスなのは私が誰より知ってる。でもそんなこと、わざわざ彼氏の前で言わなくたっていいのに。ユイの素顔ならもう知ってるよ。でもそれが何か関係あるのかな？彼氏の言葉は意外にもあっさりしていた。へえ、なんだあんたブス戦なのか。趣味悪くてマジキモいな。そんな言い方失礼でしょ？やめてよ！ブスがブスだったから得したとか、マジつまんねえ話だな。ブスはブスらしく、ブスずらしてりゃいいのによ。ねえ、さっきから人の彼女のことブス呼ばわりするの、やめてくれないかな。気分が悪いんだけど。突然彼氏の声のトーンが低くなった。なんだよ！ブスをブスって言って、何が悪いんだよ！そうか、君はそうやってユイにいつもいつもそんな言葉をかけてたんだ。好きな女の子にクソみたいなちょっかいしか出せないようなガキのくせして、意気がってんなよ。うるせえ！ダメだよ！暴力とか、部活、出場停止になっちゃうよ。ユイ、大切な彼女傷つけるようなやつ、殴らないで何のためにボクシングやってたんだよって話だよ。ボクシング？今わかったよ。俺の拳はこいつを叩きのめすためにあったって。うわー！マサル君は大慌てで逃げていった。
それ以来、マサルくんは私の前に姿を見せなくなった。まあ、私の隣にはほぼほぼ彼氏がいたから、姿を見せられなかったのかもしれない。ねえ、聞いてみたかったんだけどさ。何？あの、ブス戦なの？それ本気で聞いてる？うん。俺はユイの笑った顔が可愛くて好きになったんだよ。それが他の人からすると理解できなくても、俺は可愛いって思ったんだから、俺にとってはそれが全てだよ。小中学校時代にマサルくんのいたずらを耐え忍んだことで、徳を積んだとしか思えない私です。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録したり、いいねボタンを押してもらえると、作者のモチベーションになります。漫画を読んでくれてありがとう。よかったら他の漫画も読んでね。